はい、どうも皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんはの方もいるかもしれませんが、実はですね、サムネを見てもらえば分かると思うんですけど、めちゃくちゃ大量に牡蠣が届きました。それで昨日の時点で自分の奥さんが洗ってくれて、皮を剥いて焼いてくれて食べたのが多分8個とかかな、全部で多分10何個20個ぐらいを多分食べた後での数なんで、あれがかなりあるんですよ。まだ玄関にあるんですね。でちょっとそれを一緒にちょっと見て、これからちょっとどうしていこうかというところでやっていきたいと思います。というわけで今玄関に置いてある牡蠣なんですけど、これだけあるんですよ。で昨日はもっとなんかこうわっさりなってたんですけど、こんなね牡蠣見たことあります？岩みたいな。でも結構早もたかっちゃってて、あ、フジツボだ、フジツボみたいなやつもありますよ、ね。まあ、ちょっとフォーカスがすいません。でこれを今からこのバケツ、ゴミ箱なんですけど、移動させて中で洗いたいと思います。はい、今ですね牡蠣をバケツゴミ箱に入れて持ってきたんですけども、もうすでにですね、さっき軽く持っただけで指がちょっと切れました。血は出てないもの の岩みたいな感じですね。ちょっともう切れて、中のあれが見えてるぐらい切れちゃってるんで、でここでね、大切なお知らせとして、必ずこの軍手、手袋、グローブ、何でもいいです、こういうのしてやらないと本当に手を怪我します。牡蠣大好きなんですよ、めっちゃ好き。シドニーにワーホリでいた時に、毎週フィッシュマーケットに行って、牡蠣とエビとポテトを食べ、フィッシュ&チップスとかをサッカーをみんなでやった後にそこに行って食べるっていうのはすごい楽しみで、毎週の。でも牡蠣は一人でもかなり食べてましたね。食べ過ぎも良くないの分かってたんですけど、生牡蠣ですね、塩とレモンかけて食べてました。あ、もうよだれが出てきたっていうぐらいめちゃくちゃ牡蠣好きなんですよ。でただちょっと今回のは昨日奥さんがもうすでに剥いてた時点で寄生虫いたんで、生で食べるのはやめようというところで、今回は、まあ、蒸し焼きとかにしてだけでもかなり美味しい、身はだいぶでかかったんで、ちょっとそれをやっていきたいなと思ってます。これ今ここにめちゃくちゃ入ってるんですけど、実はまだあります。多分もう1杯分ぐらいあって、全部でねちょっと何個あるのを数えてみたいと思います。1個、2個、ちょっともう臭くなってきました。ゴム手袋も下にするとさらにいいかな。今何個だっけ、12個、これ26でいいのかな、この数え方。岩みたいな、マジでどこを剥くのっていうぐらいはちゃめちゃになってますけど、あー何個か忘れちゃった。あと2つなんです。30個、29個かな。でまだまだあそこに外に入ってるんで、もうこれをね今からきれいにきれいに洗っていこうと思います。で僕マジで見たことあるけど剥いたことない、完全な素人なんで、食感が、感触が分かんないと。普通に磨くだけでいいのかな。いや、めちゃくちゃ磯の香りする。でどこさんの牡蠣か分かんないですよ、これ送られてきた、その奥さんの友達が送ってきてくれたって、どこさんかはねちょっと分かんないんですけどね。ブツブツ言いながらも牡蠣を洗っていく YouTuber、 しかしまさかあんなものが出てくるとはこの時は思いもしなかった。結構この時点でね、藤壺がいるんですよ。フジツボはこれ生きてたら食べれると思うけど、ちょっとこれは怪我しそうなんでやめときましょう。牡蠣の殻って何ゴミなんだろうね。普通に燃えるゴミで、まあ地域にもよると思うんですけど、多分そのまま出してもいいんかな。ふと今頭よぎったんですけど、牡蠣当たったことある人いますか？僕ないんですよね。だから別に教師もないし、
なんか大好きな食べ物で、あんま食べ過ぎると僕あの痛風なんで良くないんですけど、で柿の料理ってまあ、生もそうだし蒸しもそうだし焼きもそうですけど、あんまりこう限られてくるじゃないですか。クラムチャウダーとか調べればあるんでしょうけど、やっぱりね僕はまんま食べたいですね。そのまんま食べて何をつけるかが楽しみじゃないですか。岩塩なのかもみじおろしとポン酢とかね、一番いいですね。あ、いた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 。牧野広大の動画いたよ。5階かこれ、見えますか。ここにね、むすちゃんがいました。おー、むすちゃん一人じゃない、一人じゃない。ほらこれは5階ですね、見えますか。ここにうちゅうじゅうしてるでしょ。これ5階と思ってます。牡蠣に完全に寄生してるやつとかもたまにいるみたいなんで、それはねさすがに食べないように しましょう。あの食中毒の喉とか僕もかかったことあるんですけど、あの死ぬほど辛いですよ喉は。なんか殺してくれってことじゃないけど、上から下から熱もあるし、なんか考えるのもどんどんできなくなってくる。あ、牡蠣の子供だ。めっちゃちっちゃい。これ牡蠣が入ってんじゃない、多分。これ育ったらもっとでっかくなるね。この牡蠣のここ部分、このちっちゃいところにさらに牡蠣が、子供ができてました。ほらこれめっちゃミニ牡蠣。ちゃんとこれ買ったやつだよな、熱量してねえよな。でなんかこの今僕一生懸命この歯ブラシで、友達のね、友達で泊まりに来た時に置いてった歯ブラシでやってますけど、またその歯ブラシ戻すんですけどね。はい、というわけでですね、全部今洗い終わってここにまた戻しました。29個30個ぐらいので、今からこの子たちを剥いていこうと思うんですけども、今日使うのはこれ。これね、なんかね自分もよくわかんない、奥さんこれでやってた。これはあの缶切りの反対側、何に使うかよくわかんない、こういう缶切りのタイプかな、なんかこれでやってたんで、僕もそれでやっていきたいと思います。剥き方編は次の動画をチェック。